船長もさ、あれなんだよね。結局さ、君たちも見てる通り、船長って衣装が何着かしかないから、結構ホロメンの前で無限に同じ服着てんの。やっぱ気づかれてるかな、もしかして。またこの服着てるみたいな。なんかホロメンはでもそんなに会う頻度が爆裂高いわけでもないから、そのワンチャンまだバレてないんだけど、多分ラジオの人とかは完全に、あ、マリンさんって多分この4着しか持ってないんだろうなって多分絶対思われてる。そう、ミオシャは気づいて、いや、ミオシャは気づいてる以前の話で、ミオ先輩は気づいてる気づいてないの問題じゃなく、ミオ先輩が服を選んでるからね、船長の服。あー、でもね、去年の夏に買った服がちょっともう限界臭いから買い替えるべきかな。いや、もう限界かな。君たちにちょっと質問していい？ね、船長が去年の夏用に買った服で、これ去年話したから、結構長く見てくれてる人は知ってると思うんだけど、ね、なんか買って1日で、後ろのスカートの後ろの裾がなんか車の跡みたいな黒い跡がついちゃってて、でもさ、船長その時ね、夏の服ね、3着しか買わなかったから、なんとかこの3着で夏を乗り切ろうって思ってたわけだから、その1日でそうなっちゃったけど、この服を失ったら2着しかなくなっちゃうわけ。汚れたまま着続けてたの。うん。でもそれってさ、君たちさ、例えばさ、街行く中とかさ、仕事で会った人とかがさ、スカートの裾に何か謎のさ、黒い跡がついてたらさ、それってさ、結構気になる？船長はね、自分の脳内で言い訳してるの。これは、今日ついた汚れで、船長はまだ気づいていないって思いながら来てるの。気づいてないの。後ろに人が立ってる時とか、後ろの人きっとこの汚れを見て、あ、汚れてるって思ってるかもしれないけど、私まだ気づいてないんですって思ってんの、心の中で。大きさによる？どのレベルかによる？え、めっちゃでかい。ね、どんくらいかというと、車のタイヤに若干引かれたかなくらいな感じ。そうで、そんなでかくない。ちょ、待って待って、持った。ごめん、ちょ、待って、そんなでかくないわ。ちょっと待って、車のタイヤじゃない。車のタイヤじゃないわ。コロコロの椅子あるじゃん。これ、コロ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 って動く椅子。コロ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 って動く椅子に、もつれ込んで、汚くなったみたいな汚れがついてんの。わかる？そう。でも、なんとか乗り切ってたんだけど、でも、ある日、それが、あやめ先輩に突っ込まれて、あれ、マリンちゃん。似てな。あれ、マリンちゃん、なんか裾汚れてるよって言われて、船長は、あ、あ、ほんとだ、買ったばっかなのに、うわぁ、気づかなかった、落ちるかなって言った。うん、しょうがないからね、だって。うん、でも正直に言えばよかったかもしんない。逆にさ、そうやって隠そうとしてさ、嘘つかなくてもいいかもしんない。もう素直にさ、実はこれちょっと買ったばっかで汚れちゃったけど、まだ元取れてないと思ったから無理やり着てるんですよねってさ、言えばよかったかも。でもだんだん、年々ちょっと素直になってきたの、最近船長。昔めっちゃ意地っ張りで、そういうなんか恥ずかしいことを指摘されても、貫き通してたの。例えば、会社に働いてた時に、なんか、チークが濃すぎて、チークが濃すぎた時、あ、目の周りを赤くするメイク、赤くっていうかピンクくするメイクが流行ってると感じて、なんだろう、なんて言ったっけ、なんだっけな、なんとかメイク、なんだっけ、あー忘れた、なんてメイクだっけ、なんとかメイクみたいなやつがちょっと流行ってて、鼻先とか、顎とか、目の周りとかをちょっと赤っぽくするみたいなさ、メイクがさ、流行ってたんだよ。赤くしていったことがあって、したらさ、やっぱさ、もう、若い子ならきっと分かってくれたんだけど、おじちゃん、おばちゃんしかいなかったから、職場に。なんか、あれ？なんか、目赤くない？みたいな言われて。メイクだったんだけど、めっちゃ恥ずかしくなっちゃって、船長。これはこういうメイクなのってさ、言えればさ、よかったのに、船長、その時さ、めっちゃメイクをすりながら、かゆっ、アトピーかな、かゆっ、赤いっすか、薬塗らなきゃ、みたいな感じで、一生懸命こすって落としたもんね。なんで素直になれないんだろう。恥ずかしかった。
オルちゃんメイク、じゃオルちゃんメイクじゃない、オルちゃんメイクも一時期ハマってたよ船長。オルちゃんメイクも一時期ハマってて、でもなんかなんだろう、あのさ、オルちゃんメイクって気持ち知ってる？あのね、流行ってたのすごく。どんなメイクかというと、あの顔をとにかくめちゃめちゃに真っ白にして、めちゃめちゃに真っ白にして、で眉毛をちょっと太めに描いて、で目の周りはひたすらにめちゃめちゃに濃くアイラインを描き散らかして、で口は真っ赤！うん、なのね。船長それも、あの一時期ハマってて、昔ね、やってたことがあるんだけど、それも、あのめっちゃおばちゃん受け悪くて、おばちゃん絶対ね、あれ絶対陰で言われてたな。え、なんかね、ある日ね、なんかちょっと遠回しに言われたんだよ、なんかなんかすごいさ、絶対君たち聞き方がね、なんかね、もう絶対変だと思ってるじゃんみたいな聞き方だったの。なんかマリンちゃんさ、あ、なんかマリンちゃんって顔のファンデーションの色と首の色違うのって気になるタイプ？って聞かれて、え？どうせえ？何？その質問って思って、あー、え？って思って、で、それでふとその後鏡見た時に顔を白くして、顔を真っ白にして、うん、美白って思ってたんだけど、言われてみると首と顔で、ま、なんかきっぱり境界線ができてて、あ、もしかしてこれを指摘しようとこれを指摘しようとしてで、やんわり聞いてきた、やんわりみたいな。すごくない？このやんわり感。あのね、あのね、おばちゃんはね、がドカンと言ってくんのよ。ガツンと言ってくるんだけど、なんだろう、その人は比較的若かったから、若い人はね、ちょっと気使ってくるんだよね。そう、まあでもいろいろあったな。うん、でもそんなのもいろんな経験も経て、化粧って理不尽ですよね。だって高校まではさ、禁止なのにさ、社会に出てさ、いきなりさ、化粧もしないなんて、マナーがなってないわ、みたいなさ、言われるんだよ。ねえ。今はどんなメイク？え、今は、君たち、今はね、なんと言っても、あのね、素肌で勝負なの、今って。わかる？ファンデーションを塗りたくると、肌が息してない、わかる？だから今は素肌の時代なの、うん、薄付きのファンデーションで薄く塗って、地肌のね、美しさで勝負をかけつつ、目の周りも塗りたくらない。船長は言っとくけどね、塗りたくらないタイプ。わかる？ちょっとこの塗ってない感じ、全然塗らないの。うん、そう、全然塗らない。そう、決して塗るとシワに入るからではなく、シワに入り込むというわけではなく、ナチュラルメイクの方がね、若く見えるのよ。化粧が濃いとね、老けて見える。だって小学生でも化粧が濃いと高校生くらいに見える。だから若く見したいんだったらやっぱりナチュラルメイク。若くないの？いや若いんだけど、いやマリンは若いよ。で、若くして気づいたの、それに。本当だったら、おばちゃんになってから気づくことに、この年で気づけて感謝。これ、もう、なんだろう、啓示？神の啓示だよね。気づきが早いのね。何かってと、船長って気づくの早いの。うん。小学生もメイクするの。え、だって、ドクモとかがしてんじゃん。ドクモのさ、キッズが。ドクモキッズがしてんじゃん。してるでしょ？子供でもね、美意識高いとね、化粧とかし始めんの。いいの、でも若いうちにしときなさい。化粧しとけばね、あの年取ってからも何かとその経験は必ず役に立ってくる。そう、ドコモ、違う、ドクモ知らんの？ドクモ、もしかして、はっ、マジでおじさんしかいねえのかよこの配信。ドクモも知らねえのかよ、君たちって。知らないの？ドクモ、ドコモじゃないから、ドクモだよ、ドクモ。そう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 、そう、読者モデル、ドクモ。何？イントネーション？え？イントネーションが違う？は？じゃあ何？ドクモ？ドクモ？ドクモなの？じゃあ。うん。ねえ、どうなん？ドクモ？ドクモ？ドクモじゃない？ドクモでしょ？ドクモだよ。
どうでもいいよね、そんなこと。どうでもいいよね。君たち普段さ、ドクモって言葉さ、使う？使わないよね。イントネーションって必要？必要ないよね。どうでもいいよね、そんなことね。うん。いや、今日は楽しかったな。